有本健一、略してアリケンと申します。略しちゃダメだろ。キャプテンは気負ってんですけど、はい、我が輩に挨拶しないとダメだから、この街って。有村、今から。はい。でも俺戻ってきたよ。え、ちょっと私ヘリ直してきて。どうされました？こんにちは。今日、はい、9時から警察体験っていう、はい、はい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 、伺ってます。あ、伺ってますか？はい。あ、よかったです。すみません、ちょうど今終わって事件あって。いえいえ、全然全然、ジャスティスのためならいくらでも待ちます。ジャスティスのためなら、はい、ジャスティスのためなら。きちゃー。警察体験の教える人のティアランクが一番高い人がちょうどいるんで、今日。なるほど。教える人の中でもティアがあるんですね。教える中の人でもティアが。体験の子、はい、あ、はい、どうも、体験の、こんにちは、有本健一、略してアリケンと申します。いやいやいや、略しちゃダメだろ。え、あ、いや、いや、いや、はい、有本健一くんね。はい、みんなからアリケンって呼ばれてます。よろしくお願いします。アリケンくんね。はい。じゃあ、ネルさん、ちょっと最初教えれます？一応ネルさん、マジで教えるティア高いから。なるほど、よろしくお願いします。なんで笑いながら言ってんの、それ。え、じゃあ、俺もネルさんに教わって警察なったんで。フル株じゃないですか、姉さん。まあ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 、なんかめちゃくちゃハードル上げてない？なんかマジですか。どんなこと教えてもらえるんだろう。緑頭、最初ネルさんに教えてもらって、はい、で今日まだ他にもいろいろ署員の人いるんで、はい、まあ、みんなでいろんな人にちょっと交代交代ついて。なるほど。え、教えるのがうまいってことは実力すごいってことですよね。いや、まあまあまあ、そうですよ。そうですね、この人は。え、マジありがたいです。自分、はい、割と武闘派なんで、よろしくお願いします。そうなんだ。はい。打ち合いの時もなんか自分が外して、その相手に打たれた時ってローリングして避けたりするじゃないですか、普通。はははは、危ないっつって。なるほど。この人、あんま食らわねえっつってそのまま打ち続けるような人なんで。かっけー。当たらないことがもう分かっている。未来予知にも迫る予想。かっけーぜ、姉さん。なんなら今直前で今客船でそれやってたんで、この人。マジっすか。え、やばい、やっぱ武闘派だ。すぐ手出る。やっぱ武闘派なんですよ、こうやってすぐ手出す。なるほど、ジャスティスパンチ。すごい、瞬間移動です。瞬間移動もする。すごすぎ。すごすぎ。もう陣地を超えとる。お願いします。じゃあ、もうじゃないな、体験。はい、よろしくお願いします。え、あの瞬間、あの、え、な、特殊能力持ちですか、あの人。え、ちょっと真似できる気しない？瞬間移動は僕、あの、真似できる気しないんですけど。いいぞ、入って。あ、いいんですか。あ、お邪魔します。すげえ、やべえ、また瞬間移動してる。嘘、ずっと瞬間移動してます。え、嘘。すみません、瞬間移動してんのこれ。目で追い切れません。警察長年やってると瞬間移動ぐらいできるのかも。なるほど。しかも何の予備動作もなしに。そしたら、はい、今日1日目で合ってる？あ、どこ行きました？あ、すみません、後ろに回るのやめてもらっていいですか？いや、気づかないで。瞬間移動で後ろに回ってもらって。いや、回った記憶ないんだけど。今完全に後ろ取られたんですけど。やめてください。じゃ死んでたね、君。はい、すみません。いや、これもケアしないといけないんだ。うん、そうそうそう、当たり前や。マジか、瞬間移動持ち具合いるのか、敵にも。じゃあ、そしたら今日1日目で合ってる？はい、1日目です。オッケー。1日目は一旦、はい、あの、普段は警察とスワットっていうジョブが2つあるんだけど、はい、1日目は警察のみで一旦頑張ってもらって、はい、2日目以降からスワットとかで大型とかも行ってもらいます。はい、わかりました。オッケー。じゃあそしたら、はい、これで警察のジョブつけたから。ありがとうございます。なんか僕が、はい、あの、警察で必要なあの物資とか取ってくる間に洋服なんか決めてきてもらっていい？はい、警察っぽければ大丈夫。黒ければいいですか？じゃあ。そうだね、黒っぽい服がいいかな。え、それ、あの、防弾チョッキでよく見えないんですけど、それ上に着てるのって本当に警察っぽいですか、それ？いや、これ、あの、スマットはなんか別にこれアーマー着てればいいから。え、なんか胸元ハートじゃないですか、それ。え、そう、胸元ハートだよ。ほら、なるほど、それが許される。了解です、着てきます。それが許されるって何？わかりました。はい、もしもし。あ、もしもし、我が輩です。詰めてきちゃった、こんにちは。誰ですか？あ、こんにちは。はい、あ、はじめまして。あの、キャプテンは気負ってんですけど。はい、はじめまして。どうも。うん。君、何？あの、初心者？はい、初心者です。あの、我が輩に挨拶しないとダメだから、この街って。あ、そうなんですか？君、何日目？あ、僕、2日目とかです。あ、ほんと、あの、はい、まだね、ギリ間に合うから挨拶来たいじゃん。なるほど。どこに行けばいいですか？7157来て。7157、わかりました。あ、もう近いんで、すぐ行きます。はい、待ってまーす。はい、無視、無視しよう。やばそうなやつがいるな、この町にもね。一旦無視かな。いやいやいや。あ、もしもし、着きました。7157の、はい、あのね、大通りやね。はい、今います。ん？どっちにいるんだ？ゴルジョの方？
いや、じゃなくてなんだろうな、これなんかラーメン屋の目の前とかにいます、うん、あ、でもラーメン屋のね、はいはいはい、ラーメン屋から見て右の方や、はいはい、あ、右にいますね、今み、ん？あれ、ちょっともうちょっと探しますね、ラーメン屋の前来てリグって、あれ、なんだリグって、あ、洋服のリグのこと、あー、はい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 、よいしょ、男子個室入って、はい、わかりました、あ、ごめんごめんごめん、あ、すいません、男子なのに、あ、じゃあこっちか、そうで、当たり前だろ、ほら、あっちゃあっちゃじゃねえのよ、なんでお前は普通に入れるんだよ、じゃあ、あ、ねえやねん、ほら教えるために入ってきてあげたんだよ、なんで俺はダメなんですか、よろしくお願いします、先輩、2番帰る、え、パルト行く、なずきです、よろしくお願いします、よろしく、有本健一、ありけんって呼んでください、ちょっとあの、やば、あの、変えてください、これ、上官。ちょっとやばい人です、この人。はい、いや、でも、私も上官だから。そうなんだよな、副所長が泣きたそうだ。俺も、闇署の副所長だけど。有村、今から。はい。ありもと、ありもと。ありもと。やめてください、ちょっと。これはお前が、お前がだって。それはお前がだろ。人の名前をちょっと間違えるのやめてもらっていいですか。このハイファンボ、ファンガが集まってるグループ社長って。なんで脇尾のファンになる？こんにちは。うん、怒らん。うん、誰だお前、こんにちは、アリケンって言うのこいつ、あ、お前か、アリモトケンチ、なんて言うの、おい、テレクレ、おい、テレクレ、ちょっと今の今まで待ってたんすけどね、いつ来てくれ、いや、若いの待ってて、5、6時間待ってて、お前全然いなかったよ、いやいやいや、僕昨日から待ってました、舐めてるな、お前、マジで昨日から待ってましたよ、僕昨日から待ってた、昨日から待ってた、嘘じゃない、だって電話したの今日じゃないって、うん、で、どうしたんですか、いや、どうしないけど、あ、挨拶しないといけないですじゃね、いや、そうだ、お前、じゃあ、すいません、じゃあ、わかりました、自己紹介どうぞ、チーさあ、リモトよろしく、お前ちょっと、認める、うん、お前いいよ、そのふてこいたといいよ、悪くない、悪くない、あー、いいんですね、じゃあじゃあもう、手加減せずに倒しちゃいますね、敵いたら、うん、アタックされたらもう、試合だね、はい、僕最初行きましょうか、まあまあ一緒に、はい、速行っちゃうか、了解です、僕先頭行きますよ、武器、うん、ダメだ、武器弱いんで、でも僕、これメイントカー、バカ野郎、来てる、メイントカー、じゃあ俺戻ってきたよ、あっちです、メイン倉庫一人やってる、ヘリ直してきます、メイン倉庫もう一人やってる、メイン倉庫屋上降りるかも、フロガー降りるね、降りた、フロガー降りた、ピックするよこれ、はい、フロガーにフロガーアタックかける、メインが海飛び込んだよ、一人持ったこれも、あのメイン回収です、フロガー降ってるね、メイン倉庫一人やってる、メイン倉庫めっちゃ犯人いるよ、楽しい、打ち合い楽しい、打ち合い楽しい、楽しい、打ち合い楽しい、なんてのこと言ってもいいよ、もっと打ち合いたい、